どうもみなさん、こんにちは、武田でございます。いやー、すいません、多分皆さん見慣れないとこにちょっと今僕立ってるんですけど、今こちらはですね、新豊洲ブリエランニングスタジアムといって、まあ、豊洲駅から、徒歩15分ぐらいのところにあるんですけど、まあドーム型の、室内というのにはちょっとあるんですけど、屋根がついてる陸上競技場の施設になってます。で、直線 60m あって、トレーニング器具がこんな感じであるので、来ていただければ陸上練習ができるという施設になってます。ぶっちゃけめちゃくちゃいい施設です、本当に。2回目なんですけど、僕はゆめちゃんと対決する前の、調整練習僕ここにしましたから負けちゃってました負けちゃいましたけど、結構僕もここに多分これから施設利用させていただくことになると思うんですけれども、施設利用させていただくにあたってお兄さんとこう関わっていく時にトレーニングをちょっとご指導してほしいなと。はい、練習のほど、はい、リベンジマッチに向けて、そうですね、もうちょっとそろそろ武田できるキャラになりたいなと。ちょっとバカにされすぎてると思うんで、僕視聴者の皆さんから、はい、できるキャラにしてほしいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、スレッドという、まあ、いわゆるタイヤ引きみたいな練習をメインにやろうかなと思ってます。はいはい、で、今日この中がですね、気温5度という形なので、かなり寒いの で、 です、ね、ちょっと休憩時間短くしてもうバンバン回すような感じで、よろしくお願いします。お願いします。きつい。
と、はい、これ1で上がった上がった瞬間にこう3号店に乗り込むっていうデッドリフトコンボリコセットデッドリフトコンボリですか、はい、あこれ何回でしょう10です5号でいいですかあ、5号5号でいいですかはいよっしゃすはい結構履きやすいタイプですか。もうゲロにしって言われて。見よう。はい。じゃあ。はい。5、6、スタート。動きいいな。うん、始め。5、6、よし、はい、よし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 、よパワー系ですね。人間あの ATP、CP といってあの酸素を使わないであのエネルギー、筋肉を収縮させるのが大体7秒なんですね。なので7秒以内で全力を出し切れる、まあ、大体だから 40m ぐらいだと多分今ちょうどいいぐらい。いい走り。目標は最初のタイムから1秒以内、できれば 0.6 秒以内、あの1本目のタイムから4本目のタイムがそれぐらいの落ち幅、出し切ることが大事だから。それでラストってお願いします。はい、行きます。はい、はい、どタケさん死んでます。なんで今の投球やってるんだろう。高瀬はこっから155本ぐらい行くね。高瀬さんすげえ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。 あこっちだ。